ホフマン前回の続きからです私は博士の言う通りにすると女の顔が鏡の中にありありと現れてきた「あ女の顔が」という私の叫び声に博士は 鏡の中を見ていった「私には何にも見えませんね。しかし実を言うと鏡を見た時に私も何となくブルブル寒気がしました。もっともすぐに何でもなくなりましたがではもう一度やってみてください。私はもう一度その鏡に息を吹きかけるとその途端に博士は私の首の後ろへ手をやった。 女の顔は再び現れた私の肩越しに鏡に見入っていた赤士はさっと顔色を変えて私の手からその鏡を奪うように引っ取って細心にそれを改めていたがやがてそれを机の引き出しに入れて情をかけてしまったそれからしばらく考えた後に彼は私のところへ戻ってきた では早速に私の指示通りにしてください。実のところどうもまだあなたの幻影の根本が飲み込めないのですがまあなるたけ早くあなたにそれを知らせることができるようにしたいと思っています。と博士は言った。博士の命令通りに生活するのは私にとって困難なことではあったがそれでも無理に実行するとたちまちに 規則正しい仕事と栄養物の効果が現れてきたそれでもまだ昼間も静かな真夜中には特にそうであったが恐ろしい幻影に襲われることもあり愉快な友達の一座にいて酒を飲んだり歌を歌ったりしている時ですらも焼けただれた合い口が私の心臓に突き通るように感じる時もあった。 そういう場合には私の理性の力などは何の役にも立たないので読んどころなくその場を引き下がってその昏睡状態から冷めるまでは再び友達の前へ出られないようなこともあったある時こういう発作が非常に猛烈に起こってかの幻影に対する不可抗力的な同形が私を狂わせるようになったので 私は往来へ飛び出して不思議な家の方へ走ってゆくと遠方から見た時には固く閉じられた鎧色の隙間から光が漏れているらしく思われたがさて近寄ってみるとそこらはすべて真っ暗であった私はいよいよ取りのぼせて入り口のドアに駆け寄るとそのドアは私の幼いうちに後ろへ倒れた 重い息苦しい空気の漂っている玄関の薄暗い明かりの中に突ったって私は異常の恐ろしさと苛立たしさに胸をとどろかせているとたちまちに長い鋭い一声が家の中で響いたそれは女の喉から出たらしいそれと同時に私は封建時代の 金色の椅子や日本の骨董品に飾り立てられてまばゆいばかりに照り輝いている大広間に立っていることを発見した私の周りには強い香りが紫のもやとなって漂っていたさあさあ花婿様ちょうど結婚の時刻でござります 女の声がした時に私は定めて清掃した若い清楚な貴婦人が紫のもやの中から現れてくるものと思った「ようこそ花婿様」と再び金切り声が響いたと思う刹那、その声の主は腕を差し出しながら私の方へ走ってきた。 夜としなみと狂気とで、醜くなった黄色い顔が、じっと私に見入っているのである。私は恐ろしさのあまりに後ずさりをしようとしたが、蛇のように軽桂とした鋭い彼女の目は、もうすっかり私を呪縛してしまったので、この恐ろしい老女から目をそらすことも、身を引くこともできなくなった。 彼女は一歩一歩と近づいてくる。その恐ろしい顔は仮面であって、その下にこそ幻の女の美しい顔が潜んでいるのではないかという考えが、稲妻のように私の頭にひらめいた。その時である。彼女の手が私の体に触れるか触れないうちに。 彼女は大きいうなり声を立てて、私の足元にバタリと倒れた。はははは、悪性者めがお前の美しさにちょっかいを出しているな。さあ、寝てしまえ、寝てしまえ。さもないと無茶だぞ。手ひどいやつを見舞い申すぞ。こういう声に私は急に振り返ると、 か羅羊が寝巻きのままで頭の上にむちを振り回しているではないか羅羊は私の足元にうなっている彼女をあわやぶちのめそうとしたので私は慌ててその腕をつかむと羅羊は振り払った「悪唱ものめもしわしが助けに来なければあの老いぼれの悪まめに食い殺されていただろうに」。 さあすぐにここを出て行ってもらおうと彼はれどなった私は昼間から飛んで出たが何しろ真っ暗であるのでどこが出口であるか見当がつかないそのうち私の後ろではヒューヒューという無知の音が聞こえて女の叫び声が響いてきたたまらなくなって 私は大きい声を出して救いを求めようとしたとき足元の床がぐらぐらと揺れたかと思うと階段を四五段も転げ落ちて嫌というほどにドアへ叩きつけられながら小さい部屋の中へうつぶせに倒れてしまったそこには今慌てて飛び出したらしい空の寝床や椅子の背にかけてある褐色の浮気があるので 私はすぐにここが老羊の寝室であることを悟ったすると荒々しく階段を駆け下りてきた老羊はいきなり私の足元にひれ伏してしまった「あなたがどなた様にしろまたどんなことをしてあのゲス女の悪魔目があなたをこの邸内へ誘い込んだものにしろどうぞここで起こった出来事を誰にもおっしゃらないでください」。 私の地位に関わることでございます。あの夫人はこらしめのために寝床にしっかりと縛りつけておきました。もうすやすやと眠っております。今晩は暖かい七月の晩で月はございませんが、星は一面に輝いております。ではおやすみなさい。彼は私に愛顔したのちランプを取って部屋を出て、 私をを門の外へ押し出ししし出てて下ろしてしまった。私は狂人のようになって我が家へ急いで帰ったがそれから45日は頭がすっかり変になってこの恐ろしい出来事を全く考えることができなかったただあんなに長い間私を苦しめていた魔法から解放されたということだけは自分にも感じられた。 従って、かの鏡に現れた女の顔に対する私の同型の熱も冷めかの配達における恐ろしかった光景の記憶も単に何かの拍子に風天病院を訪問したぐらいの記憶になってしまったかの浪室時がこの世の中から全く隠されている高貴な恐怖陣の暴君的な監視陣であることは ももう疑う疑余地もなかった。それにしてもあの鏡は何であろう今までのいろいろな魔法は何であろうまあこれから私が話すことを聞いてください。それからまた四五日の後私は P 伯爵の夜会に行くと伯爵は私を片隅に引っ張ってきて。 あなたはあの配達の秘密が漏れ出したのをご存知ですかと微笑を浮かべながら話しかけた私はこれに非常に興味を感じて伯爵がその後を続けるのを待っていると惜しいことにちょうど食堂が開かれたので伯爵もそのまま黙ってしまった私も伯爵の言葉を夢中になって考えながらほとんど機械的に 相手の若い娘さんに腕を貸して社交的な行列の中に加わったそうして私は定められた席へその娘さんを導いてから初めてその娘さんの顔を見るといや驚いたかの幻の女が私の目の前に突っと立っているではないか私は心の底まで震え上がったが かの幻影に悩まされていた当時のように、狂人じみた同系は少しも起こってこなかった。それでも相手の娘さんがびっくりしたように私の顔をじっと眺めているのを見ると、私の目にはやはり恐怖の色が現れていったに違いなかった。私はやっとのことで気を沈めると、照れ隠しに。 あなたには以前どこかでお目にかかったような気がしますがというと意外にも生まれてから初めて昨日この X 氏に来たばかりですと相手にあっさりと片付けられてしまったので私の頭は余計に混乱して夫人に無作法ではあったがそのまま黙っていたしかも彼女の優しい目で見られると 私は再び勇気が出てこの新しい相手の娘さんの心の動きを観察してみたいような気にもなってきた確かにこの娘さんは可愛らしいところはあるが何か心に屈託がありそうにも見えたお互いの話がだんだん弾んできた自分に私は大胆に辛辣な言葉を時々に用いるといつも微笑していたが その影にはあたかも傷口に触れられた時のような苦悩が潜んでいるようであった。お嬢さん、今夜はバカにお元気がないようですが、今朝お月でしたかと私のそばに座っていた士官がその娘さんに声をかけた。その言葉がまだ終わらないうちに彼の隣にいる男が士官の腕をつかんで。 何かその耳に囁いたするとまた食卓の反対側では一人の婦人が興奮して顔を真っ赤にしながらゆべ見てきた過劇の話を大きな声で語り始めたこうした愉快そうな環境が彼女の寂しい心にどう響いたのかその娘さんの目には涙がこみ上げてきた。 私、バカですわね。と彼女は私の本を向いていったそれからしばらくして彼女は頭痛がすると言い出した何ちょっとした神経性の頭痛でしょうこの甘美な詩人の飲料の泡の中でブクブク言っている快活な魂ほどよく効く薬はありませんよと私は 心安たてにこう言いながら彼女のグラスにシャンパンを一杯注いでやると彼女はちょっとそれに口をつけて私の方に感謝の目を向けた彼女の気分は引き立ってきたらしくこのままでいったら何もかも愉快に済んだかもしれなかったのであるが私のシャンパングラスがふとしたはずみで彼女のグラスと触れた刹那 彼女のグラスから異様な甲高い音が発したので彼女も私も急に顔色を変えたそれはかの配達の狂人の声と全く同様であったからであったコーヒーが出てから私はうまく機械を作ってピーハャクのそばへ行くと 「伯爵は私のこの行動を早くも悟っていた」「あなたは隣の夫人がエドビナ伯爵家の霊場であることを知っていますかそれから長い間富士の精神病に苦しみながらあの廃宅に住んでいるのがあの娘さんのおばであるということを知ってますか?」「あの娘さんは今朝母親と一緒に不幸なおばに会いに行ったのです」 あの恐怖人の暴れ狂うのを鎮めることのできるものはかの老羊のほかになかったのですがそのただ一人の人間がにわかに重病にかかったというわけです何でもあの娘さんの母親はケイ博士に伺ってあの家の秘密を打ち明けたそうですよケイ博士その名はすでに諸君もご承知のはずである そこで言うまでもなく私は少しも早くその謎を解くために博士の宅を訪問して私の安心ができるように詳しくかの享助の話をしてくれと頼んだ以下は秘密を守るという約束で博士が私に話してくれた物語である。